ポン。どうも、こんにちは。まあでも普通に雑談生放送って感じでやりますか。あの動画で撮りたいなって思っちゃった。なんかまあまあ、なんか詳しく聞きたい人は俺の放送に直接来てくださいってことで、一応動画も撮りますけど。ね、不思議なダンジョン系のゲームってどこが面白いの？俺もね、なんか面白いっちゃ面白い、すごい楽しんでるんだけど、実際言葉にするとどういうところが面白いんだろうっていうのがちょっと知りたいと思ったので、今回はこのようにちょっとなんかスレ、2ちゃんのスレを見ながら調べていきます。うん、はい、どこが面白いの？お前ら好きだろ、そういうの教えてよ。なんだそれ。まずはやってみろ、その通り。そう、まあやったらもうやめられないな、謎の中毒性があるんだな。そう、まあパズルゲームだよな、正直な。うん、なんていうか、そう、もうまずやってみろで完結するんだよね、この話は。違います、こんなところでは終わりません。そう、あのパズルゲーだよね、ぶっちゃけ。その場でさ、ストップしてさ、次の選択をさ、正直80時間ぐらい考えてもいいわけじゃん、一歩歩くの、一歩ずつ。だからまあパズルゲーだよね。うん、一瞬で絶望の淵に叩き落とされるところ、うん、まあやっぱローグライクのいいところではない。俺は何度もこれ辛酸をね、舐めさせられてるから。あんまり俺は素直に好きとは言えないけど、プテラとか。プテラとかも本当嫌いだから、パラセクトとかさ。すげえ嫌いだから嫌なんだけど。そう、あのね、これやっぱ死ぬからこそ熱くなれるんだよね。そう、なんかもう80回以降登ったら、あとはもう消化試合っていうかさ、そこまでで装備整ってて負けることはないってゲームじゃないじゃん。そう、全然負ける要素があるんだよね。うん、なんか俺の実況見てくれてる人だったらさ、まあ、ちょっとわかるかもしれないんだけどさ、あの俺大体勝ちが確定したダンジョンって投げやりになるんだよね。面白くなさそうに実況しちゃうんだよ、どうしても。あのね、だから例えばなんか例で言うとね、どこだろうな、多分俺はね、おそらく願いの洞窟の最後の方とかあんまりあの演技してたと思うわ。あのね、復活の種5個以上とか手に入ったら、俺正直もうこのダンジョン勝ったなって思ってやるもん。そう、なんだろうな、うん、そのやっぱ死ぬ可能性があるからこそ熱くなれるんだよね。そう、死ぬ可能性があるからこそ熱くなれるっていうか、そこだよな。うん、まあだからなんだろうな、うん、そのバランスがちょうどいいバランスのダンジョンがもう神ってことだよね、つまり。まあ、まあ神じゃなかったら、そんな清らかな森とか運命の塔とか俺 1,2 年かけてやり続けたりとかしないからな。うん、そう、まあなんか俺がやってるダンジョンの中でも結構投げやりになったダンジョンもある、正直。その勝ち確になっちゃったらつまんないなってなっちゃう場合もありますね。まあもちろんクリアできたら嬉しいんだけど、だからその勝ち確になったところで俺の中ではもうクリアしてるんだよな。だからつまんないとかじゃないんだよ。そこで俺はクリアしてるから。そう、あのエンディングのムービー見てる感じだよ、気持ち的には。だから投げやりになってるってのとはちょっと違うかもな。うん、はい、上手い人がやってるのを横から見たら面白さがわかる。ああ、どうだろうね、プレイどうですか、僕のプレイとか見て。俺は決してうまいとはさ、自信を持って言えるかどうかわかんないんですけど。まあやってはいるよね、経験値はあると思うよ。その経験値がしっかりと俺のスキルに振られてるかどうかは別としてね。そう、うん、でもやっぱりそのそうだね、なんか特にそのローグライク系実況ってあれじゃん、なんかどうしてもなんか言っちゃ悪いけど、指示込めとかってやっぱつくわけじゃん、なんでそこそうしないんだよみたいな。俺の動画は比較的なんかどうなんだろうね。あまり皆さんを熱狂させれてないからっていうせいかもしれないですけど、あんまりそういうなんかまるで自分がプレイしてるような気持ちでコメントしてくれる方、いやなんかなんだろうな、悪い意味でなんかこう、おそこそうしろよとか、あれああやれよとか、俺だったらこうするのにみたいな、まあたまにいらっしゃるんですけど、そういう方あんま少ないんだよな。あんまり皆さんを俺は熱狂させれてないのかもしれないけど。そうなんだよね、熱くなっちゃうとさ、どうしてもやっぱりそういう指示込め打ちたくなっちゃうよね。ごめんなさい、話それましたね。常に死に直面してるスリル、これだよね、やっぱり。うん、
そう、なんかやっぱりローグライクゲームの面白いところの2点としてさ、そのいつ死ぬかわからないハラハラ感とやっぱ毎回状況が変わるランダム感のこの2点だよな、ローグライクの面白さっていう。まあもちろん他にもいっぱいあるけど、うん、あるのかもしれないけど、やっぱここだよな、うん、携帯のアプリでやったの面白かった。チョコボも面白かった。ああ、もう一個あげるとするならあれだな、あのサクッとできるよね毎回。まあ清らかな森とか運命の塔だったらワンプレイ10時間ぐらいかかったりするからそれをサクッと呼べるのか別としてねなんかその例えばそのストーリーものの RPG とかさ、うん、アクションゲームの何面からとかじゃないじゃん、もう毎回一面からじゃんそのダンジョン一つに関して言えば、そう、もちろんストーリーモードで言ったら全然違うんだけど、そう、その運命の塔とか清らかな森って、そうさ、実はこの前に枠を一枠だけ取ったんだけど、その時も言ったんだけど、そのあれだよね、そのダンジョン一つが一つのゲームって感じだよねそうそうなんだよね、もう毎回さ新しいゲーム買ってきてやるみたいな気持ちでできるからさ、そう、すごいなんか手軽だしそう、なんか別にそのダンジョンに入るためにさ準備とかってしなくていい。俺はどっちかって準備しないでもいきなり装備持ち込み不可のレベル1のダンジョンが俺は好きなんだけどそのもう身一つで入れるじゃん、俺の体さえ持ってけばそのダンジョンプレイさせてくれるっていうかさ、うん、だから俺に願いの洞窟とかちょっと苦手なんだよな、準備しなきゃいけないからそう、復活の種何十個も集めるのが大変だった単純にそう、その手軽さっていいよね、毎回そのリセットされるところのをポジティブに捉えると、うん、回想進むごとに緊張感が増す。まあその死んだら毎回ゼロに戻るからねそのなんか恐怖があるからで結構死ぬしね、うん、ギャンブルみたいな先の読めなさ、そうなんだよね、なんか時にはさ、うんぷてんぷでさ、その進まないとさ今後の展開がきつくなるみたいな、んー、なんだろうな、俺がよく言うのは、うん、ちょっとあんまり例えが出てこないんだけど、ね、ここは使ってもいいっていう場面があるよね、なんか技とかかな、まあポケモンダンジョンで言えば技とかだから、その技、まあその弾か、弾とかその金縛りの弾とかさあるじゃん、なんか強力な弾、爆睡弾とかさ、ああいう弾をね、俺のローグライク理論が一つあって、その温存しろっていうよくあるじゃん、なんか俺も結構実況中でもよく言うんだけどさ、その皆さんこれは本当参考にしてほしいんですけど、ね、温存してください、持ち腐れで死んでもいいです、うん、これはマジ、特に先が長いダンジョンであればあるほど、宝の持ち腐れはした方がいいと思いますねなぜかっていうと、その小手先をね、小手先のその小さな課題に対してやっぱり使いたくなるじゃん、でその小さな課題ですら死んじゃうのがさローグライクじゃん。でもね20回でに、例えば99回ダンジョンで20回でその爆睡玉使ってね80回までいけるっていうことなんだよ。やっぱりもっとやべえタイミングが10回層あと20回層あとに絶対来るんだよ。そうだからこそやっぱ温存するに越したことが、なんかそのたとえその小手先で乗り切ったとしても、その道具がない状態で40回50回60回っていう回想をに挑戦することの方がリスクがあるんだよ。そうなんていうか、まだ20回くらいで持ち腐れて死んだ方がやり直す時間もねお得だしそう、それならやり直せばいいよまた、うん、っていうのが俺の持論なんだよね。その小手先を温存なしでクリアしたとして、その持ち腐れないように持ち腐れないようにっつってさ、まあ浪費とは違うんだけどね、その、まあ、的確に使ったとしても、そう、なんか俺はどっちかっていうと、だから長いダンジョンであればあるほど序盤戦に無理して温存してほしいんだよね
そう、序盤戦に無理して温存してダメだったらもう一回やり直せばいいんだからさそう、ちょっとリセマラっぽくなっちゃうけど、そう、うん、そうじゃないとやっぱりその小手先の事態に対してすぐその対応、うん、なんか、うん、どうせ持ち腐れて死ぬぐらいだったら使っちゃえって言って使ってたら、そう、やっぱ今後のその先はクリアできないっていう、そう、その先のこと持ち腐れてもいいからその先のことを考えろっていう、いうのがなんか俺がね、清らかな森とか運命の塔をひたすらやり続けて得た結論、まあなんかこれが完全に正しいのかどうかわかんない、その使ってってもなんか使った方が新しいアイテム拾いやすいから時間も結果的に短縮になっていいんだけど、そう、あのね、まあまあそれもあるんだよね、その俺正直結構実況動画でよくあるのがそのアイテム選んでる時間の方が長いっていうそのあのいいアイテムばっかりでバッグパンパンにしちゃってさ、そのアイテムの取捨選択の時間の方がお前動いてる時間より長いんじゃねみたいなそうよくある、その時間すげえもったいなかったりするんだけど、そういやでもねやっぱり持ち腐れでその取っておくことによって生じる不利益ってやっぱそのぐらいなんだよね、そのうん、だからやっぱり序盤戦は無理した方がいいかなっていうか、そのうん、その使うタイミングをちゃんと見極めた方がいいかなとは思いますね、そのエアームドとかだったら使ってもいいと思うけどっていうことかな、うん、だからフーディンとかクロバットで清らかな森挑戦するんだったら極力技は使わない、 PP エイドは温存すると俺フーディンでやった時にそういう教育を得たんですけどまああれはキャラクターの個性的にもなんか通常の殴り合いで戦った方が強いキャラクターだったからな。じゃあ次いきます、ごめんなさい結構それまくりましたね。あんま技とか複雑だとつまんないよね、ポケダンとか。トルネコの新作はまだですかおー、ポケダンって結構アンチいるんだよな、その結構ねローグライクガチ勢にとってはポケダンって結構なんか舐められてるんだよ、ちょお前らは運命の塔じゃクリアできんのかよっていうねそう、あのねそのちょポケダン舐められすぎだと思うんですよね、絶対ストーリーまでしかクリアしてないからそうポケダンもあのねなんかポケダンだけだよ、そんなストーリーもさ難易度も両方兼ね備えてるゲームなんてそう、そうあのちゃんとさクリア後に難しいダンジョンもありながらストーリーもすごい感動的なストーリーになってるっていうそう、うん、だってお前技マシンないよ他のローグライクにはそう技マシンないんですよ、なんかその技の取捨選択も増えるとさやっぱりすごいなんか、うん、まあなんか戦略性が増すというか深みが出るよなじゃあポケダン信者だからさ、ポケダンを立てていきます、うん、よろしくお願いします。熱いでしょ、ただ一つ俺ポケダンのね技のシステムについて納得いかないのが、その原作で命中率100の技もポケあのローグライクに落とし込むと命中100じゃなくなるっていう、それだけはねもう本当にお前なんでその攻撃外してんねんみたいなやつを外すからね俺は納得できない、うん、あいやなんかお前命中100じゃんその技みたいなのを普通に外すからあのその本家ポケモンとのギャップであの腹立つ時はあるまあでも不思議のダンジョン系で必中ってさ最強だから正直。攻撃が外れる要素があるからこそ、そのなんかスリルがあるから。まあそれは仕方ないんだけどね。仕方ないんだけど、ちょっとそれにはちょっと俺も苦言を呈したいとは思ってた。常々、うん。ちょっと俺スーパーファミコンの試練ね、あれなんだよ。DS 版の試練だけテーブルマウンテン一応クリアしたんだけど、そう。ちょっと今度スーファミ版の試練も実況でやります。次役いきまーす。青の救助隊が未だに最高、お来た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 青の救助隊が未だに最高のダンジョンクリアできてない、清らかな森くんのことでしょ全く清らかな森をね、ほら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 、もうなんかにわかなんだよ、そうちょっとちゃんとポケダンもやってくださいよ、ポケダンもポケダンをやらないでね、
清らかな森までやって、いやこのゲームはぬるいよって言ってんなら俺も信じる、その人の言うことを。ちゃんと清らかな森と運命の塔はぜひクリアしていただきたい。なんかパールルとかでパールルとかでクリアできたんだったら文句言ってもいいよそう、でもパールルだったら、パールル、いやパールルじゃ無理だと思うけどね俺は、うん、まあそんな感じ。そう、青文字で主張してら、こいつ自己主張の塊、しかもクソコテつけてるし、電子馬ってクソコテつけてるんだけどもういいや、うん、そう、ポケモンダンジョン神だよなマジで。ポケダンはダメだ、 SFC のトルネコこそ至高。最近スーパーファミコンの試練始めたけどやっぱりトルネコだなまあみんな結構自分が初めてやったローグライクが好きなんだろうな。てかね、ローグライク系ってね、なんか掛け持ちしづらいんだよな。なんかあのね、システムがね、どうしてもちょっと違うから、なんかあのゲー あっちではああだったのにみたいなのがあって、そうね、噛み合わないんだよそう、あのポケダンで慣れちゃった人はね、トルネコとか試練ってね、まあ試練だったらできるけど、ちょっとトルネコはね、なんか仕様がちょっと違くてね、なんか普通にミスる、なんかあれポケダンではこうだったのにっつってミスるそう、だからね、なんか難しい。お腹の空き方とかもなんかゲームごとに違うし、うん、なんかシリーズを一つみんな頑張った方がいいと思う。俺はローグライクなんかいろんなのに手出すと、本当なルールがね、頭の中で整理できなくなる、うん、まあそれぞれに信者がいるんだな、うん、64の試練とかアスカが最強。なんかそのアスカ剣山ってやってみたいんだな。なんかめちゃくちゃ難しいらしいよ、うん、これちょっと今度やってみたいですね、うん、スーパーファミコンのトルネコ本当面白かった。一回挑戦して死ぬ、やる気失せて1ヶ月くらい放置、また挑戦いや本当それなんだよね。俺もポケモンダンジョン清らかな森はマジで、いや運命の塔だな。俺運命の塔マジで病気になって、精神病に取られたからね本当にあの一回でもその特に2時間以上ね、そのダンジョンにかけて、それが全て水の泡になった時は、あの1時間につき1週間俺できなくなってた多分俺1時間かけるごとに1週間プレイできなくなってたね俺は一体なんてことに時間を使っているんだろうみたいななんかいやもう俺プテラでね、いやでも逆にいけそうなやられ方だったらね、あのもう一回やりたいってなるかな。あれ改善すればもう一回いけるなってなるんだけど、惜しいやられ方だったらいいんだけど、なんかあまりにも理不尽みたいな、なんかさいきなりなんか部屋入った瞬間なんかパラセクトの粉が飛んできて眠って、なんかさ違う、いや一番やばかったのはなんかね、あのモンスタースイッチ、あのモンスタースイッチ踏んで、なんか踏んだ瞬間にその部屋にパラセクトが入ってきて眠らせニョロモの泡が飛んできて鈍足になって、で部屋からも逃げられないのになんかそこで部屋なんかニョロモに催眠術かけられて、でなんかモンスタースイッチ踏んだ状態だったから6匹くらいに囲まれて殴り殺されるみたいなさそう、あのなんかそういう死に方する、あまりにも理不尽な死に方をすると、俺はそのかけた時間かける1週間ずつ俺はやれなくなるね、病気になってさでもまたやりたくなるんだよな、うん、それがなんかね、このローグライクゲームの麻薬というか怖いところなんだよな、うん、1000回遊べるっていうだけある。俺もマジで1000回ぐらい遊んだんじゃないかな、まあなんか全部動画にしたかどうか分かんないけど、うん、1000回遊べる、いいね。64の試練と GB の月影村、チョコボやポケダンはなんか違うあのね、多分ポケダンダメな人ってね、多分ストーリーがダメなんだと思うんだよね多分あのダンジョンシリーズとかローグライクにそれを求めてないんだと思うんだよね。だから俺はなんか初めて手に取ったのがポケダンだったから、なんかストーリーやった後にガチプレイするっていう流れが俺は普通だったから、多分どうしてもそのなんていうかプレイ面だけがで成長してきた人たちは多分茶番に感じちゃうんだろうな、ストーリーが。いやでもほんと茶番とは思えないほどストーリーめっちゃ作り込まれてるから、ポケモンダンジョンぜひほんと全然茶番じゃないから、うん、あの特にね超ポケダンはマジストーリー中のダンジョンも結構難易度高いからそう、あてか空の探検隊がね、あれもうマジそのストーリー中のダンジョンのねバランスも完璧だから、ぜひ、うん、やってみてください。
そうなんだよね、ストーリーのダンジョンもそこそこ難易度高いから、うん、歯応えがある。なんか普通に全滅するし、なんか俺なんかヨノワールの前、ネタバレになるかあんま言いたくないな、まあもう10年ぐらい前のゲームのネタバレとか何も言ってられないけど、あのなんかジュプトルとさ、ヨノワールが次元の塔の前でアーダゴーダするところがあるじゃん。あそこの前のダンジョンすげえ苦戦した覚えがあるわ、うん、てかなんか収録ミスっててもう一回撮り直したら、そのなんかリセットしたからアイテム全部消えててそうアイテムなしの状態でそのダンジョンクリアするのがあまりにも難しかったっていう、そんな感じだったような気がする、うん、テケテケなんじゃそれ。ヒーヤーが大切だということを思い知らされるゲーム、本当だよな。なんか欲張りすぎるとクリアできない、なんか死ぬんだけど、かといって欲張らないとなんかその後の展開がうまく進まないから、ある程度勝負しなきゃいけない場面もあるみたいな、ここはこれで勝負しなきゃいけねえみたいな。頼む、ここで通常攻撃一発、この通常攻撃一発が当たったらあいつにとどめを刺せるみたいなさ。でも命中率は 70% ぐらいみたいなさ、そういう場面もあるよな。ほら言ってるやつがいるよ、ポケダンは初心者向けとか、お前清らかな森とか運命のとマジやったことあんのかこの人は。やめよう、ポケダンアンチを叩くため の雑談じゃないから。もうなんかエアプだよな、絶対エアプだと思うわ、うん、全く最低でも200時間プレイしてから言ってほしいですわ。やめよう、うん、なんやかんやでトルネコ2と3しかやったことない。3やるなら GBA 版がおすすめ。 PS2 はテンポが悪すぎる。うーん、泥棒てーてーてて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 、あ、わかんない。それじゃない。多分その泥棒じゃないなこれ。うん、俺ただね、まだやってないことがあって、ポケダンで俺隠れ音と戦ってないんだよね。ちょっと今度どうにかして隠れ音と戦う動画撮ろう。今更だけど、うん、今更だけど隠れ音を虐殺する動画をなんか10分ぐらいの短い動画で撮るわ。今度ね。うん、試練3を許しちゃいない。なんかあったの、泥棒して被験カブラステギプラス99と螺旋風魔の盾99で店長を殴り殺し、番犬と番兵で部屋を埋めるのが楽しかった。とんでもない、まあ、こういうプレイの仕方もできるってことだからな、うん、ヤンガス、うん、トルネコ3ってそんな難しいんだ、やってみようかな。隠れ音仲間になるよ確か、なんか友達リボン持ってて、かつ50レベル以上とか何十レベル以上みたいな、ちょっと条件あるはずだけど、うん、まあそんな感じかな、うん、不思議のダンジョン系はぬるすぎてつまらない。不思議なダンジョン系はぬるすぎてつまらない。不思議のダンジョン系はシビアで面白い。え、何その。そんなポケモン不思議のダンジョン、あ、不思議のダンジョンでだよ。なんだそののとなの違いは何なんだよ、よくわかんねえな。ちなみにポケダンは全部不思議のだよ。不思議なじゃないですね、うん、多分なんかあれなんだろう、トルネコとか試練のなんかシリーズの型番の違いなんだろうな多分。ポケダンは全部不思議のですけどね、うん、面白い。必ず勝てる攻略法がない、うん、ことだと思う。 RP そう、レベルマックスにしときゃ勝てるってところじゃない。だからポケダンのねストーリーはこれがあるんだよね。そう、普通に育成してさ、キャラクター育てまくればクリアできちゃうからな、ストーリーは。そう、なんかあ、なんかね、自分なりの縛りは欲しいよな、ストーリーは、うん、なんか縛りというか、なんか、うん、そのレベル上げすぎないように、なんかそのちょっとレベル上げは控えようとかさ、そういうのはあった方がなんか楽しめるかもしれない、うん、そう、初心者運ゲー、中級者経験と知識がものを言う、上級者運ゲー。その通り。その通りだよ。俺は今中級者くらいかな。でも多分極めたら結局そのやれることなんて自分で全部やるんだから、無意識に全部できちゃうから、最終的に運に頼るしかなくなるんだよな。そう、まだ中級者の段階だと覚えることとかやれることがいっぱいあるからな、うん、そういうことなんだろう。麻雀みたいならしいよ、うん、チョコボが不思議なダンジョンなのかな、うん、
初心者の言ってる運ゲーと上級者の言う運ゲーって全く意味合いが違う。まあ初心者は多分 やれてないことがあるけど、それに目をつむって運ゲーって言ってるだけなんじゃないかな多分。でそれに気づき始めると中級者になって、もうそれすらもやり尽くして最善策を取るんだけど、それでなお負けるみたいな、そこが上級者みたいなことなんじゃないですかね。はい、以上。それではまあ今後ちょっとこんな感じでポケダン、まあポケダンっていうか不思議のダンジョン雑談をしましたが、ぜひまあなんかまたちょっとどうしてもね、まとまった実況を撮る時間がないから、こういう感じでちょっと雑談を撮らせてもらいましたけど、ぜひ絶対やるんで、本当に皆さん期待しててください。それではさようなら